はい、ガレージライフの高橋直樹です。エンジンオイル交換、高いオイルを入れて長い間乗るのがいいのか、安いオイルで交換頻度を多くして乗った方がいいのか、本日はこのテーマについてお話ししていきますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルを見てくださってる方々はですね、車をすごく大事に乗ってて、車をしっかり管理してるっていうご視聴者様がね、すごく多くて、定期的にオイル交換してますよっていうコメントいただいたりしてですね、もう本当に素晴らしいなと思って感心しております。ただそのオイル交換の交換時期っていうのはですね、これ永遠のテーマだと思うんですよ。それはやっぱりその人それぞれ違うから、考え方が。メーカーで1万5000キロごとに交換してくださいって言うんだから、その通り交換すればいいんじゃないかという方もいれば、エンジンの中のエンジンオイルのその性能っていうのはどんどん低下していってるので、大体5000キロでやった方がいいよとか、3000キロでやってますっていう方もいらっしゃいます。これはもう皆さんの考えよう一つで、1万5000キロって交換してるけど全然壊れないよって方もいれば、1万5000キロずつやってたらちょっとやっぱり調子悪くて5000キロぐらいでやり始めましたっていう方もいらっしゃいますから、やっぱりどれが正しいっていうのが本当に人それぞれの考え方になると思うんですね。ただ言えるのは、最近そのエンジンの性能も良くなってきてるということと、オイルの性能も上がってきてるわけです。だからやっぱり余計ね、皆さん迷うと思うんですよ、その交換時期っていうのがね。ということでですね、ご質問にもよくいただくんですけれども、高いオイルを入れた方がいいのか、安いオイルでもいいんですかっていう質問をいただいたり、そういった声が聞かれますので、今日はそれについてお話ししたいと思います。今日初めて僕のチャンネルを見て、エンジンオイルってどんなものかなって思った方もいらっしゃると思いますので、まずはそのエンジンオイル、なんでそもそもエンジンオイルを交換しなきゃいけないのかというところをですね、軽くですけどお話ししていきます。エンジンオイルを入れないでエンジンをかけると壊れるっていうのは、全然車詳しくないよっていう方でもなんとなくイメージがあると思います。っていうのもやっぱり定期的にオイル交換してくださいよとか、壊れますよとか言われてるから、やっぱりそのエンジンオイルっていうのは重要だなっていうのはわかると思うんですよ。ただなんで交換しなきゃいけないのかというと、エンジンオイルが汚れるからです。はい、当たり前ですよね。汚くなるから交換するんだよねっていうね、ことがわかると思いますけれども、エンジンオイルが汚れるのは、エンジンオイルっていうのはですね、いろんな仕事をしてるわけですよ。エンジンを潤滑したり、あと冷却したり、エンジンの中の部品ですよね、そういうのを密封したりするっていうね、隙間をなくすっていう仕事もしてます。エンジンの中はやっぱり鉄ですから、その錆を防ぐっていうこともあります。あとは汚れを取るっていう仕事もしてるんですよ。汚れを取ると言いますか、これエンジンを使ってるということは汚れてしまうんですね、どうしても。まあ、さっきね、エンジンの中潤滑してますよっては言いました。機械と機械が擦れ合わないようにちゃんと潤滑してますよってことなんですけど、まあいくらエンジンオイル潤滑油が入ってても、金属の部品同士がやっぱりものすごい回転で動いてますから、どうしても摩耗っていうのは避けられませんね。そんなすぐ摩耗はしませんよ。長い長い年月をかけてちょっとずつ摩耗していくんですけれども、こういうものがですね、潤滑しながらそういったものが取り込まれてきます、エンジンオイルに。あとはですね、そのエンジンって燃焼してるわけですよ、中で。まあそういったものが完全にマフラーから出されるわけでもなくて、そのエンジン内部に少し取り込まれてしまうんですね、どうしてもね、エンジンの構造上。まあそういったものがですね、燃えかすですね、簡単に言えば。そういったものがエンジンオイルの中に含まれてきます。そういった不純物がどん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 溜まってくると、エンジンオイルの性能っていうのが劣化していくっていうのは想像つくと思います。しかもさらにエンジンっていうのはすごい高温になるんですよね。その高温をエンジンオイルによって冷却という役目もしております。熱によってそのオイル自身の成分っていうのもどんどん変化してて劣化していくわけです。これもまたエンジンオイルの性能の低下につながっていくわけなんですよ。だからこそ、この汚れた、頑張って働いてくれたエンジンオイルをですね、定期的に交換していくっていうのがエンジンオイル交換の役目となります。その間隔を早くするか短くするかなんですよね。エンジンオイルっていうのはもう入れて始動した瞬間からもう劣化が始まるので、走らないから劣化しないという考え方ではないんですね。何千キロとかじゃなくて、溜まっていても空気とか温度とかで劣化をしていくわけですよ。そう考えると毎日交換するに越したことはないんですけども、まあ、そういうわけにはいかないじゃないですか。そういうわけで定期的に交換しましょうということで、私は1万5000キロでやってます、私は5000キロでやってます、私は3000キロでやってますと、それぞれやっぱりその考えがあるわけです。まあ今回はですね、その何キロで交換っていうのはまあ今日は置いといてですね、高いオイルを入れるとその頻繁に交換しなくていいのかとか、あと安いオイルを入れると品質があまりよろしくないということで頻繁に交換した方がいいのかなというね、疑問が湧いてくるわけですよね。なんで安いオイル高いオイルっていうのが存在するかというと、まず3種類あると思ってください。フルシンセティックっていうオイルがあるんです。 100% 化学合成油
っていうね、一番まずいいオイルだと思ってください。そして一番あまり性能がよろしくないとされているのがミネラルっていうもので、これは鉱物油です。でそのフルシンセティックって呼ばれる 100% 化学合成油とあとミネラル、鉱物油の間に位置するのがセミシンセティックといって部分合成油と言われております。でそれぞれ説明しますと、フルシンセティックベースオイルっていう、まあ、基礎となるオイルがあるわけですよ。そこに 100% 化学的に合成されたパオと呼ばれるものがあるんですね。あとは、エステル、これを使用したエンジンオイルとなります。ということで、これは高い高温安定性があります。これ何に役立つのかというと、この温度によって酸化がしにくいということですね。高温もそうだし、低温時の流動性がいいということも挙げられます。大きくとですね、ターボ車とか、あとスポーツ走行する車、そういうのに使用されることも多いですし、あとは最近の低燃費車って呼ばれているものですね。これについてもですね、同じように高い性能が発揮されるということです。その下のランクになるのがセミシンセティックと呼ばれるもので、これは部分合成油と呼ばれていますね。先ほどと同じようにベースとなるオイルがあって、それに、ミネラルオイルです。この後にお話しする鉱物油ですね、この鉱物油とさっきのシンセティックオイルっていうものを混ぜ合わせる。セミシンセティックというぐらいですから、さっきのフルシンセティックとミネラルオイルの中間という位置になりますので、まあ、その価格と性能のバランスがまず取れているということで、皆さんが大体使用しているのがこのオイルになります。次にミネラルオイルになるんですけども、これはもう完全に鉱物油ということで価格が安く抑えられております。コストパフォーマンスにいいということになるんですが、でやっぱりね、このフルシンセティックっていうオイルを入れてね、エンジンをかけて乗ってみるとやっぱり違うんですよ。吹き上がりとかもやっぱ良くなるわけなんですよ。高いオイルを入れたからなんか違うなっていう気持ちの問題ではなくて、本当にやっぱりいいんですよね、パフォーマンスとしては。じゃあその今言った3つのうち、まあ中間のものは皆さん使ってると思うんですが、今回一番上とその一番下のフルシンセティック 100% 化学合成油とミネラル鉱物油のこの比較で、ね、極端にちょっと比較してみた場合ですよ、高いオイルを入れて長く乗った方がいいのか、鉱物油を入れて何回かこう交換していった方がいいのかっていうお話になるとですよ、まず一つ大前提としてあるのは、自分が乗っている車のエンジンを長持ちさせたいっていうのがまず前提にありますよね。ということになれば、極論一番いいオイルを定期的に交換するっていうのが、まあ、一番車にはいいわけなんです。その自分の思ったタイミングでね、交換するのはいいわけなんですが、ただそこで次に来るのが予算の問題になってきますね。ということで、まずエンジンにいいのは高いオイルを定期的に交換するっていうのはまずいいんだけれども、ただ皆さんそうじゃない、そうじゃない方の方が多いということで、この経済性っていうのをメインにして考えていかなきゃいけないわけなんですよ。まずその経済的な観点から考えていきますと、いろんなカーショップがありますけど、安いオイルで考えていきますと、リッター600円から700円ぐらいだとして、その高級なオイルになるとリッター3000円くらいになってくるわけですよ。そう考えると、例えば安いオイルをキロ数でいくのは難しいんで、年数でいきますと半年ぐらいのスパンで交換していったとしても、リッター3000円ぐらいのオイルを1年間使うよりは経済的には安く済むわけなんですよね。ただその安いオイルも別に悪いわけじゃないんですよ。そのやっぱり大手の石油会社でまあ作ってるわけですから、これ別に悪くはないんですね。ただなんで安いかっていうと、カーショップのブランドって言いますか、そのプライベートブランドっていうもの、大量に仕入れることができたりで、そういう価格で出すことができるわけなんですよ。なので品質的には特に問題があるわけではないんですけれども、ただその高いオイルってなると、乗った時のフィーリングがさっきね、全然違ってきますよっていうことがあったんで、オイルによってその車のレスポンスを上げたいっていう方、自分の求めるエンジン性能を引き出したいとか、まあ、そういった方であれば、まあそれはやはり金額に合ったオイルを入れなきゃいけなくなってくるわけなんですけれども、ただコスト面でいきますと、まあどちらかといえば安いオイルを頻繁に変えた方が経済的なわけなんですね。ただそこで一つ問題になるのが、オイルは安いけれども、そこに交換工賃が発生するということを忘れてはいけません。その交換工賃プラスオイルの値段になりますから、オイルを頻繁に変えるということはそれだけ交換工賃もかかるわけですよ。自分でやってますよって方はそれでいいんだけれども、まあ、そういうことになってきますので、あまりね、安いオイルを頻繁に業者に頼んで交換っていうのも、それはあまり得策とも言えません。だからやっぱり自分がこう定めた一定の距離、一定の期間、ここで交換していくっていう上でそれを考えなきゃいけないんですね。
ということで、まずまとめますと、お金を少しでも抑えたいというのであれば、安いオイルを短いサイクルで交換していって、性能的なところを優先したい、でプラス交換頻度を少なくしたいっていう方であれば、高級オイルっていうのを長期間使用するといった方法がいいでしょう。今回この両極端でお話ししましたけども、やっぱそう考えると、やっぱり中間の部分合成油ってところですよね。セミシンセティックっていうところということでね、皆さん質のいいオイルを使ってるかとは思いますが、今回はですね、一番高級なオイル、安いオイルを比較した場合、どういった使い方をしたらいいのかというお話でした。オイルもこれだけ種類があって性能変わってきますので、どうしても参考にしていただきまして、自分のお財布とですね、あと自分の満足度ですよね、車のフィーリングを楽しみたいという言い方もいれば、そこはそんなに気にしないんだけど、とりあえず安くエンジンを長期間いい状態に保ちたいという方、こういった感じでそれぞれ自分に合ったオイル、そして交換時期を選んでいただければいいかなと思います。はい、ということでですね、ぜひ参考にしていただければなと思います。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録をしていただきまして、一緒にガレージライフを楽しみましょう。それでは。